お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。全日本対イタリア、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。熱戦の火蓋が切られました。見たか、ヒューガ君、ここからチャンスをくるぞ。ナイスプレーだね。これがタイガーショットだ。発進だ。正面でガッチリキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通れない。翼くん、ボールは友達、待たせません。まずいぞ。翼くん、渾身のシュート。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。ジゾー君、ここで奪った。フランチェスコ君、ボールダッシュ成功。体ごとぶつかっていった。ドリブルでボールを運ぶ。ニッタ君、ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。ユーカ、激しいパス。さあ、ゴール前です。ソラサデロ君、それカンボ君、スルーパスをタックルを決めた。長いパスが通った。翼君、ボールは友達、まだしません。まずい。ゴール前のパスが、これは最大限の力を込めたドライブシュートだ。見事なワンハンドキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。全日本慌てて守備に戻ります。もらった。よく振り抜けた。セッパ君、激しいタックル。あとドリブルを見送る。スライディングで止めた。カルベル君、豪快にシュート。このシュートを完璧にブロック。カンボ君、素早くつなぎます。もらった。ナイスプレーだ。激しいタックル。みんな、カテナチオだ。カテナチオの構えに入りました。かわしてくれた。案外やるな。ジト君、ここは抜かせません。ケネリー君、スライディングでカット。あとドリブルは見送る。ニッタ君、ライディングでパス。マリーナ君、ボールダッシュ成功。ドリブルでボールを放つ。体ごとぶつかっていった。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ドリブルでボールを運ぶ。鮮やかなジャンプ。よく打ちました。ここは最後を増した強烈なシュートだ。若林君、ボールはまだ生きている。これはキャッチできない。ゴールを狙う。カルベル君、ここで止めた。力をためてクライマックスシュート。はじきます。石崎君、ボールを蹴り出します。パスを受けた。あとドリブルを見送る。ヒューガ君、連続。なんだと。フランチェスコ君、ボールの狙いも届かない。これが2人の力だ。いっけー。あとドリブルを見送る。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。ここで奪った。翼くん、ダメだ。あーっとぶつかっていった。ここでスルーパス。それ
よし到着だぞ。このスライディングが決まった。行け、トン。よっ、舐めるな。吸力くらえ。連続なんだぞ。全日本、ここは全力のプレーで勝利を狙う。タイガーヘッド。ボールに食らいつく。キーパー反応するも決まった。よし、決めたぜ。決めました。舐めるな。食らえ。ネオタイガーホット。見えた。よし、何点でも差をつけてやるぞ。ボーラー。よっ、キューラくん、ボールを奪うことができません。スライディングで止めた。翼くん、チキショー。ボールは当然さ、渡しません。このタックルは不発に終わります。体ごとぶつかっていった。ワンタッチで送る。フランチェスコくん、このスライディングが決まった。ルチアノ、これが本物だ。ここからチャンスを作れるか。松山くん、荒鷲のようなドリブル。勇ましいものか。ナイスプレーだ。マジュー君、タックルも決めた。ルチアノ君、素早く横にかわす。それナイスプレーだ。止めた。さすが若林君です。それ石崎君、パスを回す。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達。ナイスプレーだ。ここからチャンスを作れるか。止めるヒールストで抜いた。止めるんだ。これはドライブシュートか。ドライブシュート。さらに素晴らしいシュートだ。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。マサオくん、ここで奪った。もらってるな。ドリブルで抜き去る。バサレロくん、ボールダッシュ成功。みんな守るぞ。いかん抜き、カテナチオの構えに入りました。行くぞ。どうだ。全日本1点差での折り返し。このリードを守りきることができるのでしょうか。開始です。よしもすり抜けた。ドリブルでボールを運ぶ。さあそれ、マサオくん、このスライディングが決まった。ユタくん、鋭いドリブルで抜き去る。ゴルバチュク、ボールを狙うも届けない。あとドリブルを抜く。チャージが決まった。ミサキくん、持ち前のテクニックを見せつける。抜いてみせる。センサーすいぞ。スイッシュートだ。翼くん、息の合った連携から2人でシュートに持っていった。スマートに襲えた。パントキックで大きく蹴り出した。美咲くん、翼くん、ダイレクトでパス。あっと奪い返した。よし、あとドリブルを見送る。ソーダくん、ボールを狙うも届かない。松山くん、スライディングでカット。しまった。勇ましい突破だ。このタックルは不発に終わります。ゴルバテくん、どうだ。タックルを決めた。敵陣へ攻め込みます。イタリア、まだ守備の体勢が整っていません。フランチェスコくん、ボールダッシュ成功。ここからチャンスを作れるか。フランチェスコ君、パスを回す。それは鋭いスライディング。乗ったぞ。横をすり抜けた。ソーダ君、ここはパスに切り替えた。イタク、なんだと。シュートを放った。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。おっと、少し交代だ。翼くん、これは何だ。ナイスプレーだ。マサレロくん、ボールダッシュ成功。はぁ、
よし、マサオ君スライディングでカット。よし、マサオ君パスを回す。パスを出すまで。やった、鋭いスライディング。おら、体ごとぶつかっていった。おらおら、体で振り切った。そうだよ、ルチアーノ君パスを出します。スラ、マサオ君このスライディングが決まった。激しいタックル。ルチアーノ君センターライトを攻め込む。鋭いスライディング。もらったぞ。瞬足を駆使した突破だ。抜け、止めるんだ。もらった。瞬足を駆使した突破だ。抜け、薄いぞ。みんなへ早くかシュート。相手ゴールを捉えるか。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。ボールを奪った。ルチアーノ君ここで止めた。攻めさせるぞみんな。反撃、カテナチオの構えに入りました。ルチアーノ君センターライン、俺の前に立つんじゃねえ。そして力の融合。さあこいつで負けきだ。このすごいシュートだ。これを止めた。許さん、さすが天才キーパー若林君。石崎君パスを出します。いけ、カズオ君ここはパスに切り替えた。よしよし、フランシスコ君タックルを決めた。それ、ドリブルでボールを奪う。チャージが決まった。ジュゴ君と対なんという破壊力だ。スライディングで止めた。さあドリブルでボールを奪う。横を突き抜けた。これが俺のシュートだ。ボールに勢いを加えてシュートを放った。若林君これはキャッチできない。よっしゃ、これをトラップ。よし、鋭いスライディング。ここからセンタリング。おっと、よし、交代だ。児童君なんという破壊力だ。ほら、フェデリコ君スライディングでカット。敵陣へ攻め込むのか。タルデリ君飛んでかわった。スライディング、ナイスプレーだ。それ、ほら、フランセスコ君タックルを決めた。かわして振り切った。全日本相手の守備が整う前に、ナイスプレーだい。松山君勇ましい突破だ。ナイスプレーだぞ。ドリブル、よし、松山君横に倒して突破。勇ましい突破だ。あらわしのようなドリブル。なんだと、やった。勇ましいドリブル。ゴルバテ君ここは抜かせません。ロードパス対全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。